どうも、柳と申します。今回は、2024年、京都で楽しむ雪景色スポット参戦、穴場編を紹介したいと思います。以前紹介した、京都の雪化粧が楽しめるスポット動画の第2弾です。今回は穴場編というところで、少し奥まったところにあるような、あまり人が来ない場所を3つ紹介したいと思います。人の少ないところで、雪に包まれた京都の幻想的な世界を楽しみましょう。それでは参りましょう。1。大原三千院。最初に紹介するのは、穴場というには少し有名かもしれませんが、大原の三千院です。比叡山の麓にある大原という場所は、三千院や寂光院、また芝漬けなどで有名ですが、盆地、それも山の麓という場所から、気温の寒暖差が激しく、冬になると雪で覆われ、京都中心部とはまた違った、風情のある雪景色を見ることができます。以前、紅葉が綺麗なスポットとしても紹介したことがあるのですが、三千院とは、国宝の阿弥陀三尊をはじめ、多くの文化財が安置される天台宗の寺院で、大原散策の中心地と言えるところです。三千院はとにかく広いので、ゆっくり回ると1時間近くかかるような満足度の高い雪景色となるであろうスポットなのですが、その中でも見どころとして一つ挙げるのであれば、往生極楽院を中心として雪景色になるかと思います。往生極楽院自体はもともと三千院とは関係ない極楽院という寺院のお堂、阿弥陀堂で、明治時代になってから三千院がこの地に移ってきて今の形になりました。神殿より背の高い木々の向こうに見える往生極楽院は、ここの看板風景になっていますので、ぜひ楽しみに行ってみてください。三千院の雪景色は例年、12月中旬から3月上旬までの期間で、10回くらいは見えるチャンスがあるかと思います。三千院に限らず、大原は他にも京都の雪景色名所が点在する場所になっていますので、ぜひ合わせて一緒にいろんなところを回ってみてください。2雲ヶ畑の始妙院。お次に紹介するのは、鴨川の源流、歌舞伎18番鳴神の舞台、宮崎駿が、もののけ姫の着想を得た地、司馬太郎が好んだ山寺、など、様々な逸話で名高い、雲ヶ畑という場所にある始妙院です。正直ここが紹介したくてこの動画を作りました。もうここだけ言ってくれたら僕は満足です。ということで、始妙院についてはまた改めてどこかのタイミングで詳しい紹介動画を作りたいと思っているのですが、簡単に紹介すると、ここは、日本最古の不動明王が権限した、神秘霊峰で鴨川の水源地である洞窟の湧き水を敬い水神様を祀っているお寺です。車がない人は、北大路から出ている黙々号という自治会さんが運営しているバスに乗って向かいましょう。ちなみにこのバス、まあ実際はジャンボタクシーなのですが、これは1日に2本しか出ていないので、運行時間には十分注意してください。僕は行きは黙々号で行きましたが、帰りは足がなくヒッチハイクをして町まで帰ってきました。この始妙院というお寺は山奥にあることもあり、中に入ると空気の雰囲気が変わって、まさに秘境と呼ぶにふさわしい場所だと思います。中は写真撮影禁止なので、その感覚を味わってみたいという方は、ぜひ足を運んでみてください。始妙院の雪化粧は、日本人なのに、日本という異国に入り込んだかのような錯覚を覚えます。ちなみに先ほども話しましたが、仁王門という門以降の写真撮影が禁止だったり、拝観には時間制限があったり、と、楽しむには少し制限の多いお寺かもしれません。ですが、それがまた、この由緒ある始妙院という場所の神秘性を保っているようにも思えて、本当に好きな場所です。ぜひ足を運んでくれたら嬉しいなと思います。3稲の舟屋。最後に紹介するのは、京都の北の方にある、伊根湾の沿岸に面する舟屋です。そもそも舟屋とは、もともと船を海から引き上げて、風や雨、虫から守るために建てられた施設です。昔は漁で木造の船を使用していたため、それを乾かす必要があり、そのために使われる施設でした。要は船がお休みするお家、ということになりますね。ここは海の京都を象徴する伝統的集落で、重要伝統的建造物群保存地区というものにも選定されています。しんしんと降る雪の中で、海岸沿いにずらっと並ぶ舟屋群を見ることができたら、それはとてもメルヘンチックな雰囲気を味わうことができるかと思います。先ほど紹介した始妙院とはまた別の意味になりますが、異国的な情緒を味わいたい方は、ぜひ足を運んでみてください。またこの舟屋のある伊根町には、浦島神社という観光スポットもあります。ここは浦島太郎伝説の発祥の社ですので、興味のある方はぜひこちらも行ってみてください。今回は、京都で楽しむ雪景色スポット3選、穴場編を紹介しました。車がないと少し行きにくい場所もありますが、このように京都には雪化粧が楽しめるスポットがたくさんありますので、雪の京都にも興味を持ってくれる方が少しでも増えたら嬉しいなと思います。ということで今回はここまでご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは、京都に関する様々な魅力を発信しておりますので、ぜひチャンネル登録、高評価していただけると、励みにもなり、とても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。